福祉公司は中華人民共和国関東省南西部に位置する省直轄市。中国南部の重要な港湾都市で19世紀末から1945年までフランスの咀嚼地であった。1984年に宴会開放都市に指定され中華人民共和国の改革開放政策下で最初に対外開放された都市の一つ。 関東省南西部、雷周半島東側付け根の甲州湾一帯に位置し、熱帯性気候を活かして、水筒、砂糖キビ、ゴム、コーヒーなどの栽培や漁業、水産養殖業が盛んである。不可思考宿域には5000から6000年前には人間の居住が行われており、市内からは新石器時代中盤期の遺跡が発掘されている。 真の始皇帝による中国統一がなされると、不可思考地域は増軍の管轄となり、全館には除去機械が設置され、雷州半島を管轄、合ポに軍地が設置された。南宋末にはモンゴル軍の侵攻を受け多くの住民が海路東南アジア地域へ移住している。現代になると、不可思考は生産業で繁栄し、民進代には、 関東省水系県の管轄地域と、なりいて工業が発展、特にクズフの生産地として知られた。新末の列強の中国進出が始まると、フランスが、甲州湾が、深み良港であることに着目し、1899年11月に、甲州湾祖解条約が締結され、フランスの咀嚼地となり、甲州湾と称された。甲州湾咀嚼地には、 バヤール要塞が建設され、仏領インドシナ連邦に組み込まれて、フランスの中国進出基地として発展した。日中戦争中は、咀嚼地であるため日本軍に占領されなかった。不可思考は、海上貿易の拠点として繁栄したが、1943年2月に日本軍による占領が行われると経済は停滞していった。 日本が敗戦した1945年、フランスは、公衆安祖借地を、中華民国に返還し、同年9月不可思考史と、解消。1946年1月15日、不可思考史政府が成立した。1949年12月、人民解放軍が入場し、関東省直轄市となった。その後、いくらかの変遷を経て、 1983年12月1日地区と、市が合併して、現在の福思考市が誕生した。翌1984年には、国務院によって、宴会開放都市に指定された。なお、福思考所属の研究士である雷州市は1994年、国家歴史文化名城に指定されている。中国南部の重要な港湾都市であり、 貿易センターとして、造船、繊維機械、製糖、プラスチック加工、水産加工など各種工業が発達し、外国からの直接投資も受け入れている。深市高校は、中華人民共和国が独自に設計した、最初の近代的深み校であり、中国と東南アジア、オーストラリア、インド洋沿岸、ヨーロッパ諸国とを結ぶ航路の最も短い外国、貿易校である。 中国人民解放軍海軍南海艦隊の司令部が所在する軍港でもある。4市かつく、3県究し2県を管轄する。南路先区不可思考市だか雷先区、越西行政区不可思考地区不可思考市加えて、ここいは、竜海天、中央有港庭園、南国熱帯庭園、不可思考、マングローブ国立自然保護区などの観光地がある。言語は、 不可思考市街地は主に、関東語が、雷州半島と呉れ川県の一部は主に、敏南語の解放源である雷州語が、一部地域では、発火語が話されている。ありがとうございます。